ちがたくさんいたっていうことと、あとは、まあ、そのライブハウスがなかった町、まだその瓦礫だけしかない町に音楽が何か助けになるんじゃないかなっていう、そういうインスピレーションが一個あったので、そこから始まりました。自分が学校でほら結構落ちこぼれてドロップアウトとかして、俺はライブハウスに行って仲間とかができて助けてもらった。でも学校とかじゃなくて、でだからライブハウスがあったら助かるやつが絶対いるなと思った。ライブハウスは実際そこの町にあったんでしょうか？なかったです。のイオナベパ、うん、あ、だか、うん、でもできたらそこの学生たちがたくさんバンドを作ってバンドに触れるようになりました。その日本の音楽協会に僕は質問について、質問したいんですが、はい、その自立自身のレーベルを持ってその1万人のスタジアムを満員にするっていう、どんな風にされてるんでしょうか？どういう風にしてる？はい、1回1回のライブを一生懸命やるだけです。日本ではどうやったらそうやってその自分たちは音楽やっててそれで生きていけるんでしょうか？生きていけるようになるんでしょうか？俺たちみたいに一生懸命やるか、もしくは魂を売ってポップシーンのテレビスターになるかどうか。日本から来ましたロコフランクのベースボーカル、木下正幸です。結成してから、結成は、高校の友達で結成して、でもう10今年で7年、17年目になって、で、自分たちのレーベルを2008年にやっちゃって、で DIY でやってて、で東北ライブハウス大作戦には、2011年からやってます。はじめは西方さん先輩からブラフマンチームからフランスに行くので、で東北ライブハウス大作戦名義で向こうでその。ブラハマンを呼んでくれたっていうので、あともう一バンドっていう時にお前ら以外考えられないって言われたので、レコーディングの日程をずらして、来させてもらいました。ぜひ。
You
Thank you.